早朝すぎ、早朝やから、はい、ちょっと贅沢にタクシーで、あのね、はい、いやちょっとオープニング撮っとったんですけど、今日4月の23日、うん、まあもうちょっと言いますわ、はい、最悪な状態ですね。まあ最悪な状況になりましたね。まああれやね、いやエグすぎるやろ。まあ今日はまあ4月の23日っていうことで、うん、まあ皆さんご存知の通りね、うん、まあ僕らもこの日を楽しみにしてたわけですよ、はい、スニーカーダンクの大阪店が、うん、まあオープンということで、朝ね始発で、うん、三国ヶ丘から電車乗ってただいまですね、今5時56分、はい、ダンバー駅着いてね、はい、あのこいつがツイッター見てたらスニーカーダンクさんが並び5時から並び返してたんですよね。そうそうそう、あのもう僕知り合いが夜中視察に行ってて、うん、1時ぐらいの時点で10人ぐらいしか店前に並んでなかったと、うん、言うてはって、でまあまあ始発で行けばまあ並べるなら並べるやろうと思ってあれしたら、なんかもう夜中スニーダンさんがツイートして、うん、夜中から並びやめてくださいみたいな感じで書いて、うん、まあチラシ取ったんでしょうね、うん、で5時から並び今からスタートですって言って、うん、30分で打ち切り、いや27分、正確には27分、やばすぎるやろ。だって始発も間に合えへんねんもん。俺さ電車の中でさえっ言ったもんな俺はじめ当初僕らの予定では、うん、まあ6時ぐらい、あ、じゃあ6時に着いて、うん、そうそうそう、6時半ぐらいまでに並べればっていう、うん、確か予定だったと思う、うん、あのそういう予定を組んでたんですよ、うん、で、まあ、ちょっと一応、まあ、念には念をっていうことで、まあ、あの初日っていうこともあったので、うん、ちょっとミヤもしんどいけど始発で行って5時40分ぐらいから並べるようにはしとこうか、うん、みたいな話しとったんですけど、並ぶこともできないと、非常に、まあ、ちょっと今がっかりしてるわけなんですが、うん、まあ、せっかく来たんでね、まあ、また現場、まあ、現場の、まあ、現場室もね、現場室も来てるんで、現場に参加できてないけど現場室来てね、はい、エグすぎるやろ。まあこれさ、こういう事態をドラマーで表すなら、その有名なドラマーで表すなら誰それ聞いたところで誰も喜ばへんと思うけど、喜ばへんけど、ちょっとドラ、一ドラマーとして、まあ、変則的な感じで言うとビニカリュタみたいな感じだいぶ変則的やな今日の並びオラシオぐらいじゃん。今日の並びビニカリ、ビニカリ歌かオラシオやろ、どう考えてもえらおもろいやビニカリはビニカリ歌みたいな、あのファーストのアルバム の、うん、あの16本分1個ずつずらしていくような感じやわ。でな、どんどんハゲ散らかしてってな誰が予想してましたこんなこと、うん、だって5時から並びスタートを言うてな、うん、30分で打ち切りやで、えぐいよな。まだ、いや僕らも純粋に並びたいっていうのあるんですけど、はい、そのまあ、言ったら動画があるから、うん、まあ、皆さんも見たいし行こうかっていうのもあるわけですよ、うん、いやー俺だからねすごいと思う。なんかその何もない人があんだけ必死になって並ぶの、うん、俺マジですげえなと思う。まあ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 尊敬に値しますよ。これ並んではるんだ、これこれかこれすごかったですね。あーこれね、ちょっともう3時にやったらもうおっちゃんもう俺どう思いますか、これすごかったですよ。おっちゃんも並びます一緒に。いやいや私並ばん。みんな靴求めて並んでるんですよ、はいはいはい、でこれこう並んで靴変えたらおっちゃん、はい、あれですよ、儲かりますよ。あーなるほどなるほど、やっぱ並びたいでしょ。もういやパチンコで当たるより儲かりますよ。パチンコも要せんけどあれあれおっちゃん堅実やから。いやあの西宮の向こうの方行って、はいはい、入ってきよったら並んでるし。でもっちゃんぶっちゃけパチンコするでしょ。せえへんせえへん。せえへんの、うん、マジで、うん、失礼なこと言うな。しんどいからしんどい、うん、ほんで負けたらもっとしんどい。確かにじゃあおっちゃんこの辺で、ね、この辺でいいの、うん、こっちです。おっちゃん釣りええよ。ごめんな、うん、もうさすがや。おとんててください。おっちゃん頑張ってくださいね。ありがとう。ありがとうございます。もう帰れるぐらい儲かってます。いやーよかったよかったありがとう。ほなまだおっちゃん次は一緒に習いましょうね。すごいですね。ちょお前道路の真ん中やだお前。あのあれかなと思って。あれ。じゃあとりあえずちょっと見ようか。打ち切られてるけど。これじゃあどうなの？これが一番いいこと。あ、これライブ始まったよ。うん、ここ多分最後尾っぽい。
ごいな。えぐいな。すげえな。いやちょっともうせっかく来たからあれやな、あの何のニューエラを一番被ってるかでも見とく。見とこうか。すごいな。わあすごいな。5時まではもう並ばないようにしていて、5時から並んでいただいたんですけど。へえ。すごいな。20ってことは20分だけ。そうですね。20分でこうバーっとここまで。皆さん。はい。大阪の貪欲さね。出ましたね。関西人のこれ執着執着。ほんまやで。うん、え明日も一応あの並びっていうかそれはある予定なんですか。そうですね。頑張ってください。はい。ありがとうございます。じゃあ先頭の方まで行きます。今日宮本さん大活躍で。もうカメラ2台持ちやでこれ今。うん、おすごいな。ニューエラをちょっと何人かぶってるかっていうのはちょっと数えたら。うん。おスニランの街頭インタビューみたいな。お前インスタライブ90人見てきてんぞこの時間で、うん、えぐいやろみんな早起きやな早起きやでみんなあんまりおー伊藤さんこんにちはあ、ほんまにちはこんにちは、はじめましてすごいっすね、よう並べましたね 5時に来たけどここマジか写真撮ってくださいあ、出て出て。おっ、松田さん、何ですか前じゃなかった、結局。いや、マジっすかあいいっすかいやー、めっちゃ早ないっすかえあ、これ、どうぞ。いや、今日話してた。いや、何あのいやこれ、これかっこよないっすかマジっすかいや、俺、仕事なんで出てないで。俺、チャリできてる。チャリできたんすか俺、もう、いくらの趣味やな。現場好きできたのに、現場にさ、できる。ね、あれは何？あれは何の人だ？あれもっす。あれもっす。せーで、せーで。やばいやん。こんなに並んでんねん。はい、ということで、はい今日はですね、はい、宮間くん、はい、ゲンバス T シャツの発売。発売やで。おめでとうございます。はい。この手の通り見てください、これ。はい、ゲンバス T シャツ、ここまでこれ。そう、ゲンバス T シャツ、あれや。ね、5時から並び開始で、30分で並び打ち切りや。せやねん。うん。俺今日セキュリティやで、セキュリティ。あ、セキュリティやって。セキュリティ。セキュリティのお前ら。ちゃんやって、これ。うん。ちょっとそこ、たまらないください。東京たまらないください。東京のセキュリティ。大阪のセキュリティやろうか、うん、ちょっとお兄さんそこ、ちょっとあの邪魔になるんですいません。ちょっとあの、こっちの方、寄っててください。バリバリシュプリームで並んでた時の、はい、ボンズのやつやったのか、はい、俺、夜徹夜して、ボックスロゴの時徹夜して、はいで、コンビニで寒かったから、はいはい、コンビニで溜まったんよ。もう真冬並びで寒くて、はいはいはい、なんか肉まんみたいなの買って、イートインみたいなのを食っとったんよ。はいはい、ほんなら、ボンズが、うわーって入ってきて、聞いたし、ボックスロゴいらないの。帰ってもいいんだよ。たまらないで。どうする？帰る？ボックスロゴ買うの？どうするの？言われた。で、先輩はなんつったん？買いますって言った。え？俺？うん。黙って並んでた。めっちゃ縮こまって並んで怖すぎて。行こうか。すごいわ。すごいわ。30分でこんだけ並んだよ。あのこれな、うん、スタッフの人もしんどいよ、これ。しんどいぞ、お前。すごいな。今ねカメラ2台持ちでやってたんすよこれ並び直やってえいや並び来たんすけど、うん、あのいやこれコメントなあコメントなんかそう並び来たんですけど20分であの5時半に難波着いたんすけどもう間に合わんくてまあ、せっかく来たんで、まあ、ちょっと現場のね、まあ、様子をちょっと収めとこうかなと思って。で、今なんでインスタライブも同時にやるっていう。うん、せえで。ライブ見てます。ありがとうございます。すごい。ありがとうございます。写真。あ、いや、もちろん。お、ありがとうございます。ありがとうございます。頑張ってください。ありがとうございます。あのスニダンのツイッターやったら5時27分にも一度もどこかしらから湧いてきたんでしょうねちょっと宮間おはいということで皆さん並びに来た甲斐がありましたよ黒丸さんです皆さんこんにちは黒丸で
です。いやいや、初めまして、ほんまに。お会いできて。いや、こちらこそ光栄。いやいや、やっとね、なんか結構その、インスタとかでは、ね、やりとりね、メッセージとかでやさせてもらってたんですけど。いやいや、ありがとうございます。いやいやいや、あの、あともそのね、京都の並び行ってる時、いや、黒原さんおらんかなと思ってたんですけど、はい、なかなかちょっと会えずね。そうなんですよ。小心者なんで、並びとかにあんま行けないんですよ。なんでなんですか？俺も怖いんですよ。で、なんか、皆さんの前で、あ、自分はねやっぱ恥ずかしいですけどね、なんかもうそれもね、どんどんやっぱり人間の慣れというのが怖いもので、なくなりますよ、一人でもこれぐらいの大きい声で喋れるようになるんで。マジっすか？え、いつもこんな大きい声で喋ってるんですか？やっぱ声でかいですか？やばいです、ね、めっちゃでかいっすよね。いや、俺アキト君にも言われましたよ。アキトさん、うん、あ、アキト君知ってます？うん、知ってます。アキトさんにも言われましたよ。崎山さん声でかいっつって。うん、でかすぎる。ちょっと怖いっつって。いや、ほんまにでかいですからね。うん、ほんまにでかいよ。うん、やっぱ声でかく出さんとね、まあ、ちょっと聞こえづらいかなと思って、結構バーッ出すんですけど、いやいや、ほんまに今後ともぜひよろしくお願いします。こちらこそ。ありがとうございました。いや、今日はお互いダメだったんですけど、いや、ほんまに、またちょっとなんかね、動画で出れればなと思います。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。バイバーイ。これ、バイバーイって言って。これやばい、やばい、やばい、あかん、あかん。よろしくお願いします。やめてください。あれなんですか？やめてください、もう。なんかちょっとね、やめてください。でも、いや、すごいね。バイバイ。はい、ということで、まあ、ちょっとね、先ほど車さんに初めて、ね、はい、お会いできましたけども、すいません、ごめんなさい。本当にね、朝早すぎて頭が回ってなくて、すいません、あのちょっと感じられなかったんですけど。じゃ次、反対側、こっちが最善の方になるのかな。はい、多分、多分ね。こうですよね。多分。おそらくニューエアのキャップ5950かぶってるの、うん、50人ぐらいかな。50人ぐらい、50人ぐらい多分。こっちがその最前の方で並んでる方はきっとこの辺でずっと一夜過ごしたんでしょうね。えぐいな、うろちょろして。よかったやん。1から50が当たりです。1から50が当たり。1から50。あ、ありがとうございます。いや、もう全然あかんかったですね。うまいっすか？はい。マジっすか？はい、わかりました。はい、ということで。はい。お疲れ様でした。まあ、スニーカーダンク、うん、大阪店、はい、まあ、オープン初日っていうことで、はい、50足かな、うん、今日は、初日50足、定価販売ということで、うん、まあ、ちょっと並び朝ね、始発で行ったんですけども、うん、惨敗ということで、はい、終わりました。電車の中で負けた。電車の中で負けましたね。まあ、ちょっと明日はね、まあ、こいつと言うてるんですけど、うん、このままでは下がるやんと、うん、ってことは車で張り込みや。鑑定する。当たり前やんけ。車で張り込んだんねん。うん、え、だって始発で無理なんやろ。ほぼ車で張り込むしかないやろ。アンパンと牛乳いるんちゃう。お前。もうハイエースのまま並んだろうかな。ハイエースに最強やろ。ハイエースにさ、フラグメント博士やろ。フラグメントトラビス。そうそうそう。あの抽選ボックス前で車で来ないで来ないで来ないで。濃い人の並びでしたよね。すごかったですね。結局僕の知り合いがね、今ちょっとなんか、ね、今ちょっと携帯撮ったみたいなあれですけど、うん、多分2000、1500人ぐらいかな。そう、多分並んでると思います。要は1500分の50だから、倍率30倍。聞いたことない。30倍か。でも30人に1人は当たるってことですもんね。30人に1人はすごい美味しい思いするもん、うん、でも30回引いて1回しか当たらんねんで、うん、でもさ、うん、それでさ、すっごいハイプなスニーカー買えたの。すごい。だから、宝くじよりは倍率、ええで。ええな。だから、言ったら、その、まあ、靴を買うんやけど、うん、靴っていうよりも、ちょっと、言うたら、臨時収入じゃないけどさ、多分なあかん、それ言ったらあかん。でもさ、そうやってみんな。いや、まあ、そうかもしんけど、うん、俺らはそう言ったか。言ってない。言ったか。で、うん、俺らはそんなこと別にするつもりで並んでないですよ。並んでないんやけども。ほんまに欲しいからね、僕らは。あの喜びの、声は臨時収入やって。
よっしゃ30万って言って1番出てよっしゃ50万です60万って言ってそうでしょ絶対。まあでもね、この事故で臨時収入入ってるからないや、それの方が言ったらあかんからな痺れてきた痺れながら並びにいたもんだけどな、並べたか並べてないかが全てやね俺らはYouTuber としてそうやな、うん、並べてないんやもん、うん、ってことはもう、うん、あかんねん、あかんねん、だそれが始発から行きましたは言い訳になるわけよ、うん、並んだっていうところがまずスタート地点やから、うん、でも俺らは今日スタート地点立ててない、もうそれは俺らが堺から始発で行った行ってない関係ないわけよ見てる人からしたらいやまあね、明日ほんまに分からんよね今日これやったから、いやポリもかなり来てたんで、警察がもうすっごい来とったんで、ポリも来てたし、ほんでもしかしたらその店員さんも言ってたんですけど、うん、明日もしかしたら多分なくなる可能性もあるんちゃうんかっていう風に言うてはったんで、うん、はい、ということで、今日はこの辺で終わりたいなと思うんですけど、はい、今日大事ですよ、この後21時からよ、4月23日21時から、うん、僕のブランドエールの方からですね、はい、新作のニューエラの950のコレクション発売します、ありがとうございます。最初からそれちょっと言っといて、俺パッと言われてさ、わからんわからん、あ、そっかそっかそっかあ、そう、今日発売なんですよ、うん、前回動画でもちょっと紹介させてもらったんで、うん、僕これ被ってる黒オレンジの、950、あと深山が、提案して、ちょっとゲンバスターまだお前6月1日って、あれよ、黒赤よ、黒赤、あ、違う、青赤よ、青赤の、ドジャース、うん、あとは、赤グレーのドジャース、うん、これ一応950のコレクションが、僕のブランドの方で、うん、発売しますし、今後まあニューエラの取り扱いっていうのも僕のブランドで、正式にさせていただくことになってますので、まだ、ショップのなんかアカウントフォローしてない方、はい、ぜひしていただきたいのと、なんかお気に入りするとその商品のお気に入りをしておくと発売の時に通知がなんかどうやら早く、あ、アラームが来るんや、アラームが来るみたいなんで、まあぜひ気になってる方は、はい、通知登録していただくと商品も多分買いやすいんじゃないのかなと思いますんで、まあぜひぜひそちらの方もチェックしていただいて、この後ね、僕のブランドエールから発売するニューエラのキャップもね、購入していただいて、教室2段で、ダメやった方もハッピーになっていただければなと思いますということで、今回の動画でおもろかったんやけど、ボタンはぜひともグッドボタンの方とチャンネル登録、はい、よろしくお願いします、はい、あとね、インスタグラム、これも絶対に皆さんフォローの方よろしくお願いします。ということで皆さんね、また次回の動画でお会いしたいなと思います。どうもありがとうございました。ありがとうございました。現場でした。明日こそリベンジします。張り込もう。来ました。お、何来たんや。モーニングか。幸せ。これがこの時間が一番幸せだよ。幸せ。滅亡するってなったら最後何食べたい。米だ米のリセットあれやん、京都のおばちゃんとピンセット食って終わらなあかんな。せっかく楽しいもんそんな不機嫌になって、でもさ、この前さ、現場でさ、篠原涼子と会ってさ、ほんまに、うん、めっちゃ喋って、うん、先輩のこと好きって言ってましたよ。なんか機嫌直ったわ、うん、でも京都のおばちゃんも先輩のこと好き言うてた。もういいって食わしてくれるいただきます。はい、いきますよあ、もうこれ言わんとこえ、言っていい、もうやめて、もう機嫌悪になるから、俺のこの幸福な時間をちょっと邪魔せんといて。はい、いただきますいただきますうん、嫌なことも全部忘れれるあ、ほんで、うん、今度あれですね、京平さん今度試合ですね、まだ、うん、ブレてる攻撃ボンボンしてやるから俺だ、自分で言うのもないけどな、はい、ちょっとさ、この寄せたやろ、違う違う違う、これさ、褒めように似てない、似てるよ萩原京平じゃなくて、次褒めように似てきたおもろすぎるわ、うん、これ好きでね、僕そう、おせやで、なんかこの前その会った時にな、今度翼くんのためにな、唐揚げ作ってあげんねんって。マジ、うん、涼子が、うん、最高やん。はい、今日の先はまあ、頭回ってないです。やっぱあれですか、試合前やからこうタンパク質食っとかな、炭水化物食ったらダメですもんね、ブレベリットかな、うん、喜んでおります、先は